沙織さん、今度のお盆なんだけどね、久々に実家に戻ろうと思うの。夫を連れて帰ってもいいかな。久しぶり、美咲ちゃん。きっとご両親も豊さんも大喜びよ。同居している私のことは気にしないで、ぜひ帰っておいで。ありがとう。それじゃあ私たちの宿泊準備よろしくね。ご実家に泊まるつもりだったの？あれ、何かダメだった？地元は田舎で泊まれるようなところも少ないし、日帰りじゃなくて実家に一泊するつもりだったんだけど。それは構わないんだけど、美咲ちゃんの部屋今私が使っているんだよね。そうなの？だから1階の和室で寝ることになるんだけど大丈夫かな。来客用の布団は一応あるんだけど。ちょっと、私の部屋を勝手に使っているとかありえないんですけど。そうだよね、ごめんね。美咲ちゃん結婚してから全然こっちに帰ってこないしさ。ちょうど私も在宅仕事を始めて書斎が欲しくて。まあでも確かに私も一度も帰ってなかったし仕方ないかな。でも和室で布団か。私低反発の高級マットレスじゃないと眠れないんだよね。お布団をしっかり手見干ししてふかふかにしておくよ。そういう問題じゃないから。もういっそ私たち用に新しく布団を用意したよ。もしかしたらこれからはちょくちょく帰るかもしれないし、最低でも10万以上の高級布団を買っておいてね。10万円も？知ってるでしょ？私の夫は会社経営者なの。実家もお金持ちで小さい頃からセレブ生活をしてきているのよ。そんな金が田舎の安い布団で寝れるわけないでしょ？だから最低でも10万円以上の高級布団は必須だから。私の独断じゃ決められないから、ご両親に相談しておくね。せめて旦那さんのだけでも立派な布団にできないか頼んでみるよ。ああ、なんで夫だけなのよ。私も夫と同じ高級布団じゃないと嫌だから。ちゃんと夫婦2人分用意しておいてよね。美咲ちゃんも10万以上の高級布団がいいの？当たり前でしょ。私は今や社長夫人なのよ。彼と同じくそれなりのものを使わないとね。でもそうなると布団だけで20万以上もかかるし。ああそうそう、布団だけじゃなくてもちろんご飯も気合い入れてよね。結婚後初めて夫を連れて帰るんだからさ、社長の夫にふさわしい豪華なおもてなしをよろしく。豪華なおもてなし？彼は東京生まれ東京育ちの都会っ子なの。ご実家はたくさん玉を持っている資産家で、お金持ちの会社社長。それなりに人も超えているし、変なものを出したら許さないからね。妻である私が恥をかくことになるのよ。できる限り頑張ってみるね。沙織さん、母さんから聞いたが、今度のお盆は娘夫婦が帰ってくるそうだね。しかも日帰りじゃなくて一泊するとか。旦那さんも連れてくるようですよ。今年のお盆は賑やかになりそうですね。そうだね、私たちとしてはすごく嬉しいよ。でも沙織さんは同居嫁として気も使うだろう。もしよかったらお盆は息子の豊とどこかに出かけてきたらどうかな。お出かけですか？県外の温泉旅館でゆっくりしてくるのも楽しいだろうね。同居生活の息抜きにもちょうどいいと思うんだが。お気遣いありがとうございます。でも私も久々に美咲ちゃんに会いたいですし、遠慮しておきますね。同居生活もおかげさまで楽しんでいますし、息抜きなんて特に必要ありませんから。いいのかい？なんだったら旅行費用は私たちが全額出すつもりだったんだが。いいんですいいんです。それに美咲ちゃんからも直々におもてなしを頼まれていますし。おもてなしだって？旦那さんも連れてくるから気合を入れてもてなせと頼まれて。そうだ、後でいろいろと相談してもいいですか？美咲ちゃんと旦那さんが高級布団じゃないと寝れないみたいで、最低でも10万円以上のものを用意しなきゃいけないんです。10万円？たかが年1回のためにそんな布団なんて必要ないだろう。和室にある布団で十分じゃないか。でも美咲ちゃんが今後の帰省の時にも使えるようにって。それに旦那さんのレベルに合ったものをとのことでして。レベルってなんだ？レベルって布団なら来客用のがあるし、それで十分だろう。でも美咲ちゃんの旦那さんって資産家の息子さんじゃないですか。だからそれなりの布団じゃないとダメみたいで、最低でも10万以上の布団をって強く言われているんです。なんだって？それと当日のご飯のメニューも相談していいですか？実はついさっき美咲ちゃんから電話をもらったんです。ご飯はフルコースしか食べないって言われたんですけど、私フルコース料理なんて作ったこともなくて。待ってくれ、そんなものは必要ない。
我が家のお盆はいつもみんなで餃子パーティーって決まっているんだ。フルコース料理なんてそんなもの用意する必要はないよ。そうなんですか。初めて旦那さんを連れて帰ってくるからな。美咲もいろいろと緊張して舞い上がっているんだろう。娘の言うことはあまり気にしないでくれ。わかりました。それよりも餃子用の材料を買っておいてくれないかな。実は私こだわりの種をいつも作っているんだ。後でメモを作って沙織さんに渡しておくよ。こだわりの種なんて楽しみです。買い出しはいつでも任せてくださいね。ちょっと美咲ちゃん、急に帰るなんてどうしたのよ。今日はこのままご実家に泊まっていくんだよね。はあ、あんたのおもてなしがクソだから帰るのよ。駅前の小さな旅館になんとか部屋を取ったわ。夫とは今日そっちに泊まるから。私なんか気に障るようなことでもしたかな。家中きれいに掃除したし、美咲ちゃん夫婦が遊びに来るのを楽しみに待っていたんだけど。私さ、事前にしっかりと連絡したよね。10万円以上の高級布団を用意してご飯はフルコースでって。なのに全然言われた通りにできてないじゃない。昔から実家にある普通の布団だし、ご飯は手作り餃子って。こんなの私の夫が食べるわけないでしょ。でもご両親がそれでいいって言っていたのよ。お盆はいつも餃子パーティーなんだよね。私が結婚する前まではね。でももう私は結婚したし、餃子ごときで喜ぶ田舎娘じゃないの。私は今や社長夫人なのよ。セレブ暮らしの私に合わせておもてなしをするべきでしょ。高級布団ぐらい別にいいじゃない。それにご飯だってフルコースは無理でも、高級寿司とかさ、一人3万ぐらいのを頼んでおけばいいでしょ。なんでこんなに気が利かないかな。1人3万円、こんなの都会の東京じゃ普通だから。東京なら1人10万円の寿司でもいいくらいよ。でも私の地元はそこそこ田舎だし、3万程度でもそれなりに立派な寿司が出てくるでしょ。なのにそれすら用意できずに手作り餃子って、これだから庶民の価値観は困るんだよね。そんなバカにした言い方しなくてもいいじゃない。せっかくおもてなししようと用意したのに、おもてなしされる側が喜んでないなら意味ないでしょ。だってこれだから田舎は嫌なんだよね。せっかく社長の夫を連れて帰省してやったのに、寿司くらい出せよこの田舎の貧乏人が。二度と俺の家に来るな。え？悪かったな、田舎の貧乏人が餃子でもてなして。だがこれが我が家だ。毎年家族が帰ってきたお盆はみんなで手作り餃子パーティーだ。それが嫌なら二度と帰ってくるな。セレブぶったお前なんてもう俺の知ってる娘じゃない。あれ、もしかしてお父さん。もう二度と実家の式をまたぐな。お前は今日から俺の娘でも何でもない。二度と顔を見せるなよ。なのよ、何をそんなに怒っているの。私が泊まっていかないのがそんなに悲しいの。でもそれはちゃんとおもてなししていなかった沙織さんが悪いのよ。沙織さんは十分おもてなししていただろうが、同居の嫁にとって義妹夫婦の帰省なんて気を使うだけだろうに。積極的に掃除もして、料理の下準備や飲み物を用意して、至れり尽くせりおもてなしされていただろうが。でも高級布団すらなかったし、私はちゃんと事前に頼んでおいたのに。何が高級布団だこのバカ娘が。もう我慢の限界だ。そのセレブぶった態度もいい加減にしろ。なんですって。今回のお前の態度は何だ。結婚してようやく帰ってきたと思ったら、地元や実家を見下した態度ばかり。ここで暮らす俺たちに失礼だと思わないのか。私がいつ見下したのよ。ずっと見下してバカにしていただろうが、派手な高級車に乗って帰ってきたかと思ったら、シャッター付きの車庫はないのか、愛車が盗まれるとか騒ぎ出して、ようやく家に入ってもソファーが硬いだの安臭いだの文句ばかり。だってその通りだし、我が家のたまにあるソファーは柔らかくて高級なんだから。タワマンだとか高級だとか、お前はセレブ自慢しかできないのか。何がコース料理以外は食べたくないだ。そんなものを食べるようになったのは大人になってからだろうが。毎日雑草の花の蜜を吸っていた田舎娘が都会ぶってるんじゃないぞ。ちょっとやめてよ。私も昔の私じゃないの。夫が会社経営者のセレブなのよ。恥ずかしい昔の話はやめてよね。何が恥ずかしいんだ。都会のセレブなら田舎をバカにしていいのか。もてなしてくれた人にお礼もなく貧乏人だと呼んでいいのか。どこからどう見ても今のお前の方が恥ずかしいだろうが。
なんですって。お父さんお前をそんな風に育てた覚えはない。もうお前は俺たちの知っている娘じゃない。そんなに田舎をバカにしてセレブを気取りたいならとっとと帰れ。我が家には二度と戻ってくるな。なんなのよ、せっかく帰ってきてやったのに。もう知らないからね。お望み通り二度と帰ってこないから。こんな貧乏田舎になんて一生戻ってこないから。沙織さん、ちょっと相談があるんだけど。私実家に帰るから私の部屋を用意してくれないかな。え、和室で大丈夫だから。それに昔から実家にある布団で全然我慢できるから。美咲ちゃん急にどうしたのよ。もう二度と実家には帰ってこないんだよね。マサオさんからはもう絶縁したって聞いているんだけど。実はそのあの後こっちに戻ってきてから夫と喧嘩しちゃって、てか追い出されたっていうか、私行くところがないんだよね。え、追い出された？彼私の実家への帰省をすごく楽しみにしていたみたいでね。でも結局泊まらずに帰ったでしょ。お父さんこだわりの餃子も食べられなかったし、私の言動に呆れて離婚届を持ってきたの。うわー、それに今まで見たことないぐらい怒ってきたの。何より私の言動が気に入らないって。自分の地元をよくそんなにバカにできるな。って私こんな夫見たことないよ。なんてまともな人なのかしら。あまり話したことないけど一気に好感度爆上がりよ。しかもね、前から私との離婚を考えていたらしいの。散財ばかりするような妻が欲しくて結婚したんじゃないって。思っていた結婚生活とは違うから別れたいって追い出されたの。美咲ちゃんたらそんなに散財生活していたの。私何に彼のことを考えてのことでも、私は田舎出身だしセレブの家庭出身じゃない。だから少しでも彼に釣り合いたくてハイブランドを買い漁っていたの。たくさん買い物してたくさん着飾ったのも彼のためなの。でもね、彼は素朴な私が好きだったんだって。お金ばかり使って田舎をディスる私に愛が冷めたって。あら、こんなのってひどいよね。私なりに彼に釣り合おうと頑張っていたのに。違うでしょ、美咲ちゃん。美咲ちゃんは彼のお金や地位、権力を我が物顔で使っていただけ。彼のための散財なんてごまかさないで。それは…それと悪いけど、もう実家には帰ってこれないよ。ご両親から二度と家に入れるな、もてなすなって言われているの。そこをなんとかしてよ、沙織さん。あんたからお父さんを説得して。そのためにあんたに連絡したんだから。説得なら自分で頑張って。今ちょうどマサオさんと一緒にいるの。え、回らないお寿司食べに来ているんだ。この間おもてなしお疲れ様って連れてきてくれて。私ウニを食べるのに忙しいからすぐに変わるね。待って、まだ心の準備ができてないの。お父さんと直接のやり取りはまだ無理だから。そうか、じゃあ一生連絡してくるな。こっちは直接だろうが LINE だろうがもう無理なんだ。え、それには娘との大事な食事中だ。邪魔しないでくれるかな。そんな冷たいことは言わなくてもいいじゃない。こないだはごめんね。でも隣でなんとなく事情は聞いたでしょ。娘が困っているの。だから実家に戻っていいかな。娘は嫁の沙織さん一人、お前なんてもう知らん。え、二度と帰ってこないと言ったんだから約束を守れ。こちらも約束通り二度と実家の敷居をまたがせない。ちょっと待ってよ。まさか私との絶縁をこのまま続けるの。田舎の空気はセレブ暮らしのお前にはもう合わないだろ。お前のためにも二度と帰ってこなくていい。もうセレブ暮らしなんてできないよ。私離婚になりそうなの。そうか、だがそんな事情俺には関係ない。え、お前がバカにした田舎が俺は好きだ。ここでお前たちを育てられたことを誇りに思っている。安くさいとバカにされたソファーだってな、お前たちとの思い出が詰まった大事なもの。それをバカにされた気持ちがわかるか。お前は大事な一線を越えたんだ。その、待ってよ。あんなのただの冗談じゃない。本気でバカにしていたわけじゃないし。知っているか、一度上がった生活水準はなかなか戻れないらしい。だからセレブ暮らしを経験したお前にはもう田舎暮らしはきついだろう。そのままお前は一人で東京で暮らしなさい。嘘でしょ。こんなに謝っているのに許してくれないの。実の娘が離婚を言い渡されて頼れる場所もないのに。そんな私を見捨てるなんてひどいよ、お父さん。
お父さんの大事な家と地元をバカにしたお前に言われたくないな。そして二度と俺のことをお父さんと呼ぶな。お前なんぞもう俺の娘じゃない。分かったな。美咲ちゃんは正式に旦那さんと離婚することになったそうです。噂では月に300万も散財していたようで、しかも家事は一切やらずにずっと遊び回っていたんだとか。そりゃ離婚言い渡されてしまいますよね。そして行く当てのない美咲ちゃんはご実家の前で大号泣土下座。必死にご両親に謝罪をしていましたが、断固として家には入れてもらえず、地元の友達にも助けを求めたそうですが、こちらでも散々セレブ自慢をしていたようで、すっかり煙たがられていたんだとか。結局誰にも助けてもらえず、今は東京の端っこの小さなアパートでひっそりと暮らしていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。